歌舞伎市川團十郎さんファミリー気になる話スタートします。市川團十郎さん海に入っちゃった、麗華ちゃん勸玄君の休日ショットを公開。市川團十郎、歌舞伎俳優の市川團十郎さんが1月29日インスタグラムを更新し、長女麗華ちゃん、市川ぼたんさん、長男勸玄君、市川新之助さんと海に出かけた様子を公開した。1月27日に実盛東京新橋演舞場が千秋楽を迎え、10月末から続いた襲名公演、襲名記念プログラム公演が無事に終わった團十郎さん、この日は海に入っちゃったわらわらと記し、2人の子供が砂浜を走る写真や裸足になって海に入っている勸玄君の写真をアップした。視聴者からのコメントは、カンカン寒くないですか、風邪などひかないよう気をつけてくださいね、子供は風邪の子とは言っても寒いですわね、勸玄君元気でよかったです、麗華ちゃんカンカン楽しい、海遊び最高、風邪などひかないようにね、元気だね、笑い声も聞こえてきそう、その他好意的なコメントが多かったです。市川團十郎さん海に入っちゃった、麗華ちゃん勸玄君の休日ショットを公開。市川團十郎でした。ご視聴いただきありがとうございました。高評価チャンネル登録をよろしくお願いします。